今日はこのブドウを使って美味しいちょっとスイーツを作ってみたいと思います。じゃあやっていきよう。スマイルクッキングスタート。どうぞ。皆さんこんにちは、スマイルクラブ部長です。本日ですね、八百万で販売されているブドウを注文してミックス頼みました。それがこれ3つ通ったんですよ。この3つをバサッと流したらこんな感じです、めっちゃ量あるよね、1.2 キロ以上約あるんですが、今日はこのブドウを使って美味しいちょっとスイーツを作ってみたいと思います。何やる？今回の材料はこちら、八百万の巨峰とシャインマスカットを好きなだけ、ゼラチン 5g から 10g、 作る数によって調節してください。お湯 500cc ほど。お湯なんか置いても何でこれをゼリーにしていこう。はい、また足す。部長のアイデアで果汁を絞って入れてみることにしました。巨峰美味しそうだね。すごいいい匂いする。はい、先ほど作ったやつを冷蔵庫で冷やして約2時間経ちました。どうでしょう。美味しそう。シャインマスカットに巨峰 100% と巨峰とシャインのミックス、どれいく？シャイン2つあるで、シャインいってみる？シャインいってみる、食べてみますね。実食です。待って、ね、ではシャインマスカット食べていただきます。何もうね、あ、結構硬かった。そりゃうまいよ。身がさ、パンパンに入ってるから、バリッていうね。うまい。これもね、簡単にできるんだよね。ただね、ちょっとゼリーが硬かった。違う、美味しいよ、めっちゃ美味しいよ、でもね、これ届いて冷やして、そのまま食べた方が、一番うまいかもしれん。ぶどうのままで。そういうお家。美味しいけどね。まあ見た目を楽しむということで、手間をかけて料理をすることで、よりギュッとした、コンパクトに仕上げながらも、すごく美味しいし、なんかお子さんとかね、お客様に出していただいても、一味二味、レベルアップして出せると思います。ただ八百万のこのぶどうの一番の強みっていうのは、このカップの状態で届いて冷やしたまま冷蔵庫に入れて、でそれを食べたら何よりも美味しいから、
これは本当に八百万のこのブドウじゃないと味わえないこの旬のそのままの旨味ってやつ、うんうんうん、それに手を加えれば、うん、よりおしゃれなものになるんじゃないかなと思います。ぜひ食べてみてください。またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいねが励みになります。ぜひお願いいたします。